なあ、浮きってさ、クラスで浮いてるよね。は？そんなことないだろ。普段口数少ないだけで結構友達も…いや浮いてるな。な、浮いてるだろ。浮いてる浮いてる、物理的に。え、え、何？背後霊？あ、多田くん、何かよ。あ、いやいや、浮いてるなーって。あ、もしかして僕クラスで浮いちゃってる？え、無自覚だった？そうだよね、僕って声ちっちゃいし人ともうまく話せなくて集団の中でいつも浮いちゃうんだ。あ、いや、そういう意味で言ってないよ。あの、体が…だからさ、恋愛なんて全然できなくて浮いた話の一つもないんだ。あー、浮いてるのにね。え、バカにしてる？あ、いや、してないしてない。しかも普段主張しない方だからどんどんチャンスを逃して努力が浮かばれないんだ。あー、うん。でも心の中はいつも浮ついてるんだ。いや、もう狙って使ってるよね、浮く系の言葉。っていうか俺が言ってるのは能力の話で。ああ、なんだそっちね。実は僕浮遊の能力で集団の中にいるとつい体が浮いちゃうんだ。やば。なあなあ、浮きは席座れないの？え、座れるよ。いや、そういうことじゃないだろ、ポケモンのバグじゃん。え、すご、空気すきやめた人みたいでかっけー。浮きってさ、他にもなんか特技ないの？いや、空気す勝手に特技にすんなよ。強いて言うなら周りを俯瞰して見れることかな。まあ浮いてるもんな。でも後ろから俯瞰してるだけなんてクラスで浮いてるやつの典型すぎるよね。いや、考えすぎだって。それに僕って話すとき目線がなかなか合わないってよく言われるし。合わないよそりゃ、浮いてるもん。やっぱり僕クラスで浮いてるんだ。あー、違う違う、あ、日本語難しい。浮き、そんなネガティブになることないよ。でも僕先生にも嫌われてる気がするんだ。え？席替えでいつも後ろにされるんだ。前にされることはあっても後ろにされることってなかなかないよね。それは確かに。いや、だから体が浮くからでしょ。自分のことは俯瞰して見れないのかよ。おい、浮き、放課後ゲーセン行こうぜ。行く行く。あれ、急に元気じゃん。いや、そうなんだよな、浮きって別にクラスで浮いてないんだよ。クラスで浮いてるだけで。え、なんて？あ、いや、俺もよくわかんなくなってきた。じゃあさ、普段クラスで口数少なかったり声小さいのはなんで？いや、なるべく声出したくなくて、教室の上の方って酸素薄いから。え、いや、それは標高高い山とかのやつだろ、この距離じゃ変わんないよ。よし、授業始めるぞ。前回の復習だ。この問題分かるやついるか？はい。浮き全然挙手とかするんだよな、クラスで浮いてるだけで。ヘリウムですか？おいおい、浮き全然違うだろ。間違えちゃいました。浮き普通に楽しいやつなんだよな、クラスで浮いてるだけで。私立パラノマル高校ハーフアニバーサリー記念、初グッズがスズリで販売スタート。概要欄から飛べます。みんなよろしく。うるさ。